陛下、間もなくにございます。待ちきれぬ。申し訳ございません。陛下のお手を煩わせ、グテーゴンスカがしくじりパーディスを失脚させたばかりに。して指輪は？パーディスを退けた者が大陸のどこかへ封印したようですね。ほう、その者何者じゃ。選ばれし者。選ばれし者。そうか。無力なパーディスはその者により退けられ、そしてその者もまたわらわに退けられる。おっしゃる通りでございます。真の王は我らが女帝タトゥロック様のみ。オルステラなどほどなく手中に収められましょう。そして神々の指輪をも。すべては力持つ者の手に。それが世じゃ。奴らが狙ってるのはあの指輪のことだよな。間違いあるまい。オルサト、記されざる島が危険だ。あの指輪は世を滅ぼします。絶対に渡してはなりません。大河を下りオルステラを蹂躙する。西国の使者はそう抜かしてたな。指輪を手に入れるまで手当たり次第やる気か。他国へ知らせなければ。猶予がない。それよりも我らで備えよ。大河を下ってくるのなら大河に面する国で迎え撃つのが最善だろう。リーベンの隣国ドニエスクって国を知ってるか。国王が親父のダチでさ、力になってくれるはずだ。ありがとう、リシャール。一刻を争います。協力を仰ぎに向かいましょう。兵を集めてください。我が国の兵も引き連れよう。アルティニアは遠くないか。間に合うのかよ。それにリシャール王、真打ちとはいつも遅れてやってくるものだよ。まあ剣王がそう言うなら。ソロン王、どうかご無事で。俺もサクッと兵を集めてくるか。こっちは隣国だしな。現地で落ち合うとしようぜ。リシャール、幸運。あんたもな、女王様。聞いての通りなんだが、女王様をエスコートしてくれないか。
恩に切るぜ。あんたがいりゃ安心だ。ありがとうございます。心強いです。早速立ちましょう。ドニエスクという国です。戦いがいのある相手ならいいが。必ずや。フォームバースト。一戦。壁を投げ倒せ。そこが見えたわね。全財産くださいませ。アラウネ女王、おお、よくぞお越しに。急な訪問となりました。非礼をお詫びします。騒がしいようですが、何事ですかね。それが、西の大陸を全て食うですが。西から脅威が迫っています。どうか帰国に協力を願えませんか。帰国と親交の深いリーベン王国も共にあります。仙台のリーベン王、借りがございます。それにアラウネ陛下、我が国はあなた様に賛同します。大陸に希望をもたらすあなた様に喜んでお引き受けしましょう。ありがとうございます、ルデク様。直にリーベン王国軍も到着します。戦ですね。備えです。自らを守るための。私は対話を求めます。血を流さずに。あなた様はやはりオルステラの希望です。集めよ。リーベン王国を出迎えるのだ。選ばれし者、しばし時間がございます。どうかご準備を整えられよ。いらしたのですか。母と姉を思い出していました。守るべき者のため命を懸けなさい。母にはいつもそう教わりました。女王となってから自らに言い聞かせてきました。私の守るべき者はエドラスでした。そしてそれは変わろうとしています。あの戦を経て
私は気づきました。国の外にも志を同じくする者がいる。互いを思い、平和を願い、同じ理想のため共に命を懸けられる者たちがいると。私はそのすべてを、オルステラ大陸を守りたい。この手には大きすぎるかもしれませんが、選ばれし者よ、どうかお力添えください。ありがとうございます。行きましょう。いいね。陛下。さあ。よ、待たせたな。よく間に合ってくれました、リシャール。ルデク王、ご協力感謝いたします。リーベン王国のリシャールと申します。お噂は伺っております。お父上とは違う道を歩もうとされていると。恥ずかしながら我が国は他国を貪り超えてきました。しかし父の過ちから私は多くを学びました。リーベンは変わります。他国と手を取り合う国、このオルステラのために。三国和平条約は我が国の悲願です。あなた方はオルステラの光、その光を絶やさぬよう全力をもってお力添えいたしますぞ。陛下。